綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、月曜日からやる、全米女子オープンの予選のコースです。めっちゃ綺麗です。はい、皆さんお疲れ様です。全米女子オープンの予選会の結果報告をしたいと思います。で、結果はダメでした。なんか、36ホール回って、コース的にはパー71で6400やったから、結構6430ヤードぐらいあって、で結構長いんですよね。で、36ホール回らなあかんくて、で、私、まあ、全然嫌いなコースじゃなかったけど、ちょっと難しくて、硬くて結構グリーンが、で、風も結構吹いとって、で、連弾して、連弾の時はパープレーぐらいで、で、まあ、カットはアンダーやな、5アンダーぐらいかなって、36ホールやからと思っとって、で、当日行って朝スタートしてパーで出て行ってから、なんと5連続ボギーを打ちましたよ、私。ボギー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 って、もう何やってもなんか、何かが悪いわけじゃないけど、何やってもうまいこともういかんくて、なんかもう全てがうまいこといかんくて、でもボギーが止まらんくて、もう人生で初めてかも、5連続ボギー でほんまに、わかります？まだ6ホールしか終わってなくて、あと30ホール残ってんのに5連続ボギー打ったらマジで心折れそうなるんですよね。でもなんか、それでもなんか、せっかくなんかそういうので棄権する人とかたまにおるんですけど、なんかせっかくなんかここまで来たし、まあなんていうの、集中力、気持ち切らさずに、なんか今後の自分のためになると思ってみたいな感じで頑張ろうみたいな、それでまだ可能性も別にゼロになったわけじゃないからと思ってやったら、その後4バーディー4ボギーでパープレイでした。で、それで、まあ、結果はダメやったんですけど、まあ、でもなんか、いつも私すごいちょっと怒っちゃったりするタイプの人間なんで、なんかそこで気持ち切らさずに最後までなんか自分のプレーに集中してなんか頑張れたことは、なんかすごい自分にもほんまに自信になったし、なんかいつもやったら怒ったりとかして、もういいわみたいな感じで投げ出しちゃったりしてたけど、それで最後まで戦えたのはほんまに自分に自信があったし、5連続ボギーでなんか調子いいわけではないけど、なんかそうやってその後パープレーで回れたみたいなのはもう自信になったし、なんかね、何が悪かったって言われたら、全然ドライバーとか曲がってないし、アプローチも超良かったんやけど、なんせパター外すで、アイアンのディスタンスっていう距離感が全然合ってなくて、めっちゃ転がったりするんですよ。だからなんかフォローとかやったら20ヤードぐらい8番アイアンで転がったりするから、とりあえずめっちゃくちゃでかかったんですよね、全てが。なんか
ピンの手前に落ちてんねんけどオーバーしてるとか、だからすごい方向は出てるけど距離感が全然合わんくて、でアメリカンコースって砲台になってグリーンやから、その手前に落としたら洋芝やから止まるんですよね、エッジに落とせないんですよね。で結構苦しんだかな。はあ、でも私思ったらなんかあんまりショットって私悪くないんでパターがダメですってことで、昨日からパターをやっぱ集中的にやっていこうと思ってやってますって感じですかね。まあ、練習ラウンドもして結構練習してやったんですけど、行きたかった全米オープンって感じでダメだったんですけど、来週からまた試合が始まってハードな日々になるんで頑張りますって感じで、そんな感じかな。あーすごいショック、行きたかったですね。結構自信あったんですけどね、あのコース調子も悪くなかったし、でもスイングがすいません、あくびしたい、スイングがちょっとあんまうまいこと言ってなくて、私結構レイドオフに上がって、ちょっとレイドオフに上がってから、まあ、前までやったオンプレーンで降りてきとったんですけど、ちょっとなんて言うんやろな、下から入るっていうか、こう上げてこうなんていうか、こう引きつけすぎるんですよね。だからなんかクラブのロフトが立って当たっちゃうんで、ハンドファーストすぎて、だから飛んでるっていうのもあるんですよね、球がっていうのをちょっと悩んどって、あそういう感じ入ってきてんなみたいな感じでって感じで、でもそれもあったけど結構良かったんで、ショットはもったいないって感じですね。あとは何もないかな。なんかね、毎日学校行って朝学校行って勉強して1時半まで、そっから夕方まで練習して夜ご飯食べてからジムに行ってって感じで、ちょっと毎日疲れすぎて、疲れてる充実してる疲れてるけど充実してて、全然ネタがないんですけど、宿題とかやってるから、うん、とりあえず来週オーランド頑張らな、フロリダやから全然芝が違うんでちょっと心配です。じゃあちょっと時間がちょっと余ったんで、私のお気に入りの朝ごはんを紹介します。いらんかもしらんけど、お気に入り、最近のお気に入りの朝ごはんはベーグルに、これ分かります、これアーモンドバターやねんけど、ピーナッツバターよりなんかちょっとうち好きかも、アーモンドバター塗って蜂蜜をかけるにクリームチーズを塗るんですよ。マジで美味しいからやってください。そこにマジフルーツとかジャムとか塗っても美味しいし、板チョコとかマジベーグルに挟んで超美味しいです。で、いつも食べてます。はぁ、ちょっと夜は12時なんですごい眠たいんですけど、ごめんなさいって感じかな。でも36ホール私いつも担いでるじゃないですか、18ホール試合の時キャディーおらんか、で友達がキャディーしてくれたんですよ、36やからって。で歩いたら全然疲れんくて、あ、なんかキャディーさんおったら全然疲れへんなって思いましたなんかほんまに36ホール回っても超元気やったし、キャディーさんおるのとおらんのとでやっぱちょっとなんか体の疲労感は違うなっていうのは思いました。キャディー、まあお金ないんでキャディーさん雇えるように頑張って稼ぎます。今ね円がねこっちで140円になっとって、多分ね最後までアメリカ、もうこのまま140円のまま行かれたら絶対最後までアメリカおらへんから、頑張って稼ぎます。ではこれで皆さんおやすみなさい。